J-WAVE ワオミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは。ユニゲのボーカルギター牛丸ありさです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会ワオミュージック。今夜も素敵なゲストをお迎えします。今日お迎えするのは橋本恵理子さんです。青春というかギターを始めたきっかけの人でもあるので、こうやってなんかラジオで一緒に話せるっていうのがすごい不思議な気持ちです。J-WAVE WOW MUSIC、 今日は橋本恵理子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。なんか夜逃げでアッコさんにプロデュースしてもらったりして、アッコさんとは結構やり取りしてたり、あと高橋さんとも一回たまたまご飯一緒にご飯食べたりして、あ、そうなんだね。そうなんです。そのだから橋本さんだけなんかライブの時だけちょこっとっていう感じでちゃんと話したことなかったんで、なかったね、話したいと思って今日。ありがとうございます。ありがとう、本当に久しぶり。ね、久しぶりですね。だから、コナソンが2018年だから3年前ですね。ね、3年前だね。3年前ありがとうございます。今日はこちらこそありがとう。ありがとうございます。今日は橋本恵理子さんと音楽にまつわる話を中心にいろいろお伺いできればと思っています。はい。その橋本さんのルーツをあまり分かっていなくて、いつぐらいから音楽が好きだったんですか？まずピアノをね、小学校から習ってたりして、あと中学校3年間と高校3年間オーケストラ部にいて、楽譜があるような音楽をずっとやってきてて、で兄がねいるんだけど、兄が最初に、バンドを始めて、それを見に行ったのがそのバンドとの出会いというか、そのリアルな出会いでしたね。はい。そのオーケストラはなんでやろうと思ったんですか？オーケストラは中学校1年生の時の入学お祝い歓迎会みたいなやつで、オーケストラが体育館でやってて、音楽をで、なんかめっちゃかっこよくて、そのすっごい真剣に指揮者を見る目がめっちゃかっこいいと思って、私もその中に加わりたいと思って始めたのがオーケストラの始まり。あ、そうだったんですね。そうそうそう、私もなんかオーケストラ部とか、吹奏楽部とかが、あ、そうそう、やってた。いや、憧れてて、やりたいと思ってたんですけど、もう入る学校がことごとくそういう部活がなくて、あ、そう、なかったんじゃなくて全然できなかったです。あ、そうなんだ。でそのお兄ちゃんのバンドを見て、でバンドをやりたいってなったんですよね。そうなので高校ですよね。そうそう、高校で、中学校の時は見に行ったらあかんって言われてたから、遅いからさ、夜、高校生になったらいいよって言われて、親に、で高校1年生で初めて見に行ったって感じです。あのチャットモンチって高校2年生の時ですよね。そうはい、そうです、そうです。あ、そうなんだ。じゃあ結構すぐライブ見に行って、その1年後とかに結成したってことですか？そのなんかもう衝撃でさ、そのなんかオーケストラと全然ちゃうし、まず指揮者がおらんし、当たり前やけど、でしかもオリジナルっていうところにものすごくかっこいいなと思って、で私もやりたいってなって、高校1年生の時は別のバンドをやってて、高校2年生で組んだバンドがチャットモンチの始まりですね。じゃあ学校の中でメンバーを組んだってことですよね。最初そう2人脱退してるじゃないですか。それは高校卒業するときに辞めるってなったんですか？そう、やっぱ進路とか考え出すからさ、なんかそれで、みんなこう夢っていうか追う感じになって、それで脱退とかいろいろあって、けどチャットモンチーとしては辞めずにずっと続けたってことですよね。そうだね。なんかそればっかりしてたから、多分高校の時にもそれぐらいしかすることがなくなっちゃってて、って感じだったかな。なんか私も高校は軽音部があって、
入ったんですけど、うん、女の子3人で組んで、うん、あ、ごっきんじゃなくて、あ、そう、ごっきんじゃなくて組んで、うん、で、まあコピーバンドだったんですよ、うん、普通のオリジナルとかやらずにコピーだけしてて、うん、私は高校卒業してもずっとバンドやりたいって思ってたけど、うん、その他の2人はちゃんと就活してちゃんと仕事をするっていうタイプってことをもう分かってたんで、うん、最初から、うんうんうん、私はもうこのバンドは高校だけの思い出のバンドってなんか割り切ってやってて、うん、それをやりながら学校の外で先輩とかとあのバンド組んでたんですよ、うん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 、結構なんかミクシチャーっぽい激しめのなんかいかついやつやってて、でこのバンドでその売れたいと思ってたんですよ、その高校卒業してからの。それは夜逃げじゃない、夜逃げじゃなく、なんか男の人とかとやってて、すごいね。なんかその他のメンバーがもう曲とか歌詞とかも全部作ってて、うん、私作ってなくて、あ、そうなんだ、ね、もうその人の才能でご飯食べたいと思ってたんですけど、その時歌は、私はコーラスぐらいですね。ギターと、ギターとコーラス、ーそのなんか軽音楽部のバンドではギターボーカルやってたんですけど、うんうん、外ではやってなくて、うん、でそのバンドでやりたいと思ってたんですけど、うん、まあ、それが高校卒業する直前で私の遅刻癖のせいでクビになって、うんうん、クビになっちゃってもうあかんって、来るなって言われて、そう、もうちょっとやめてほしいって言われてでその軽音楽部の方のバンドもみんなもう就職だから、うん、もう何もなくなっちゃってバンドが、うん、でそのタイミングでごっきんとはなんか別で対バンをしてたんですよ、その高校が違ったんですけど、でその卒業するタイミングでごっきんともう一人ドラムの子が一緒にバンドしようって言ってくれて、いや最初私なんかガールズバンドが嫌だったんですよ、その自分でやるのが嫌で、なんか男の人とバンドやりたいって思ってたんですけど、うん、もう何もなかったからその時、うん、もうこれで頑張るしかないと思ってやりました、うん、あ、そうなんだ、でもそれが始まりなんだね、夜逃げの、夜逃げの始まりです、ね、そう、それで、うん、その夜逃げの初ライブの前、うんうん、夜逃げとして初ライブする前に、うん、チャットモンチンのコピーバンドをやったんですよ、その、うん、ゴッキンと当時のドラムと3人で、うんうん、ありがとう、そう、チャットモンチンだけの曲そのコピーしてやってました。あ、そうなんだね、ありがとうそうなんだ、嬉しいですね、ありがとう。え、その橋本さんはどう、うん、あのカバーとかやってたんですか？そうなの、あの初めてカバーした曲があのハイスタのニューライフっていう曲で、うん、ハイスタンダードの、あのもうそれも全部兄の影響とその受け売りで、うん、もう3人が良かったから絶対にバンドの人数が、うん、3人でやるんだったら最初にこれ絶対コピーしときなって言われた曲がそれで、うん、それを初めてやりましたね、うん、お兄ちゃんも3ピースだったんですか？そうそう、兄ちゃんも3ピース、それで自分も、そう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 、うん、なんかそう見に行ったイベントが3ピースがめっちゃ出てて、あ、じゃあ橋本さんの音楽人生で一番影響を受けた曲っていうの、はい、っていうことですね。なんかこのなんかバンドが3人でちゃんとできるんやっていうのがまあ驚きだったし、見に行くまではなんか4人とかのイメージがどうしてもあったから、ね、だからこの曲ですね、ハイスターのニューライフですね、やっぱり、うん、ありがとうございます。はい、続いては楽曲制作について伺いたいんですけど、はい、あのチャットモンチってあれ、うん、あのみんなで歌詞書いてるじゃないですか、うん、あっこさんとか、うん、高橋さんとかが持ってきた歌詞を、うん、橋本さんがメロディーつけるわけじゃないですか、はい、それってめっちゃ大変じゃないですかいやなんか逆で、あの自分のじゃない方がすっごい楽につけれてましたね、あ、そうなんだ、そうなの、自分の作詞の曲も詞が先ってことですか？詞が先、そうそうそう、メロディーからとかはあんまりないんですか？もう全然できんくて、メロディーからが、あ、そうなんです、どうですか？私メロディーからがめっちゃ多くて、あ、もうコードと一緒にこうメロディーを歌ってって感じ、そうですね、でたまにメロディーと歌詞が同時に出てきたりするのをそのまま使ったりとか、すごいねなんか同時とかないですか？
チャレンジしたことは何回もあるんやけど、詩の縛りっていうかその文字制限がないと、うん、曲だけだと自由すぎてっていう感じない？いや私逆で先に詩書いちゃったらそうね、もう際限なくなんかどこまでも書けちゃうから、か文字がね、そうです、はあ、なるほど、難しいですね。けどなんかたまに詩が先にあってこれにメロディー乗っけてくださいみたいな、あの仕事とかである時は面白かったです。なんかパズルはめるみたいで、なんか、うん、確かにそういう面白さはあります、ね、あるかも。なかなかメロディーだけっていうのが難しくて、ね、はい、うん、でなんかあっこさんから聞いたんですけど、うん、なるべくその持ってきた歌詞はいじらず、もうそのまま、うん、一文字削ったりとかせず、うん、そのままメロディーにするって言ってたんですよ、うん、その削りたくなるじゃないですか、あと一文字いらんかったらとか、一文字あればっていうタイミングないですか、うん、めっちゃあるんやけど、なんかそれが面白くなるポイントで、うん、シャングリラとかそうですよね。そうそうそう、あの5拍子も余分だからこそできて、うん、今はもうほらみんなパソコンとか使って文字が手書きじゃなくなったりとかしていくけど、うん、もう最初の方とかは大学のノートに手書きとかでもらってたから、うん、消した後とかさ、なんか書き直したりした後見たらこれ削りたいとかって言えんし、なんかすごいなんていうか、もう完璧な状態で渡されてるって思ったらなかなか難しくて、今でも歌詞とか書くときってどうですか、うん、あの携帯か、なんか自分のことになったらもう真逆で、うん、あの自分の筆跡だと全然曲が作れなくて、自分の思いが乗りすぎちゃってるから難しくって、自分の時はもう絶対携帯とかで自分のなんて言うんだろう、文字にしない感じにしてるんやけど、どうですか。私も最初からずっと携帯でメモ帳、うん、メモだね、携帯のですね。だから逆に書いた方がまた違う歌詞が出てくるのかなとか思って、うん、それもあるかもしれん、ね、そう、なんか最近やってみたいなと思います。とかなんかあと歌詞書こうって思わずに、なんか日常的になんかメモ書きだけしてワンフレーズだけとかをメロディー作るときにその場で適当に歌ってみたりしてつなげてって曲作るみたいなことが多いです、ね、なるほど、まあ便利だよね、便利、携帯便利便利、ボイスメモとかもできるし、うん、ね、便利です。確かに確かに、私がその高校の時も、うん、夜逃げのあの夜逃げする夜逃げするっていうか夜逃げの活動する直前にやったチャットモンチーのコピーバンドも、はい、あと夜逃げやってからも企画でバンドマン同士でなんかコピーバンドするみたいなイベントの日があって、その時も全部やってた曲がドナルデンは土砂降りで、はい、これありがとうございます書いてくれてて、そう、はい、めっちゃ気持ちいいんですよね、なんか歌っててバンドでやってて、うんうん、これ歌詞書いてますもんね、あのそうですね、橋本さんが、はい、これは最初どうやって作ったんですか、うん、その弾き語りで一人で持ってってみたいな感じですか。だったんだと思う。あんまり覚えてない。これだってもう10代の時のやつなので、でも大体その時は歌詞見て曲つけて、こんな感じの曲ですってスタジオでみんなに向けてやってアレンジしていくっていう感じで作ってた。大体そうですか、うん、他の曲も、うん、もう本当に大体そう、あのチャットは録音したのを聞かせたりとかっていうのはないね、ほぼ。なるほど。あとなんかセッションとかはないです か、うん、なんかセッションもほぼないですね、もうみんなの3人の歌詞が譜面みたいなもんで、歌詞から全部生まれるって感じ。ああそうなんですね。そうそうそう、なんかもっとなんかチャットモンチって変なことしてるじゃないですか、バンドの中で、うん、変なことって言ったら、わかるわかる、うん、だからなんかもっとなんかスタジオで自由にみんなが遊ぶみたいに楽器を弾いてたまたま変なところに行き着いたみたいなこととかあったりするのかなって思ったんですけど、うん、
曲をこんな曲になりましたってやる前にクミコンに曲聴かせる前にリズム叩いてもらって、うん、その出てきたリズムに私が考えてきたやつを合わせるとかっていうのはよくやってた。あ、なるほど。だから聴いちゃったらさ、だいたい分かってしまうから、こんな曲って披露する前にリズム、その時の気分で叩いたやつに合わせて、いや確かに、なんでチャットモンチのこの楽曲でこんなドラムなんだろうみたいな、うん、なんかある意味マッチしてないよ、うん、これバラードの曲じゃないかみたいなこともあったりして、なんかそのギャップが面白いんで、めっちゃ腑に落ちました。そうそう、ぜひやってみてください。やってみたい。なんか楽しいから、なんかこっちは思ってたんと違うって なるし、あのみんなもそういう曲乗ってくると思わんかったってなるから楽しい。いや、めっちゃいいですね。やろう。うん、おすすめです、ね、なんか夜逃げのレコーディングの時、あこさんがやってくれてた時、うん、終わりなき BGM、はい、うん、が好きなんですよね。あの5拍子がめっちゃ、うん、いいなと思ってっていう話をしたら、うん、あ、じゃあ5拍子の曲作ろうって、なんかその場でなって、5拍子でドラムから作って、うん、そこにベース乗っけてみたいな感じ、なんかいつもと違う流れやり方でやり方でやらせてもらって、うん、で全然なんかいつもと違う曲ができてよかったです。あ、そうか。楽しかったです。そうか、違うやり方やるの楽しいよね、うん、めっちゃ楽しいですね。凝り固まっちゃうんで、いつもだと、うんうん、確かに、うん、これもなんかチャットモンチの好きな曲の話になっちゃうんですけど、もう何でも言ってください。なんか2番から疾走感出てくる曲がちょこちょこあって、あの恋の煙とか、うん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 、小さなキラキラとか、終わりなき BGM もそうですけど、確かにその展開めっちゃいいなと思って。そう、最初結構ゆるいかというか、なのが一番終わって感想始まった時にギターのリフでなんか乗ってくる疾走感出てくる感じがめっちゃ良くて、ちょっとパクろうって思いました。パクってください。いや、でもなんかなんだろう、いい意味で多分3人とも秋っぽいっていうか、いい意味で、だからよくその当時言ってたのが、3人でライブして乗ってくれるって嬉しいけど、うん、このノリあともう5小節ぐらいしたら終わるんやけどなって、こう頭ですごい思いながらやる時とかあって、あ、それが結構ファーストアルバムの時に多くて、うん、でセカンドは結構ずっと乗れる曲を作ろうって思ったりとか、そうなん、1曲の中でノリがちょっと違うとかいうのが多すぎたなって思う瞬間も当時はあったりして、なんか申し訳ない、見に来てくれた人なんかあのなんかすごいやりながら、そんな話もしたりしてました、その当時は。そうなんですね。構成を作るのとかって不得意じゃないですか、なんか、あ、こう来てこう来てみたいなの、あ、もう一番楽しいところかも、曲作りで。そうなんですね。なんかひらめいたりとか、なんかここでここ戻ってきたら面白くないとか、それやってる時間が一番楽しいって思ってる。確かにみんなで相談しながら、ルールもなく、なんかこうしたら面白いって言ってたら確かに楽しいですよね。うん、なんかであそこの2小節前からなとかってやって、うん、全然会えへんとか、もうめっちゃ面白くて、でもそういう間違いがかっこいいことを生んだりするからワクワクしてたかも。で、そう、なんかアッコさんとのレコーディングも、私がレコーディング中に普通にギターのコードを抑えきれてなかった、うん、ミスのテイクとかをそのまま使ったりしてくれて、うん、なんか、いや、いい、そういう、そう、間違いがかっこよくなったりとかもするんだなって思いました。めっちゃあると思います。で、うん、これまで作ってきたチャットモンチの中で一番大変だった曲とか聞きたいです。制作で、制作が一番大変だった曲、大変、え、もう悩みまくったのがマジョリティブルースかな。それどこでですか。ちょうどメカっていうかパソコン使い始める時と、うん、生で2ピースでやってる時のちょうど端境の曲で、うん、どうする、どういくっていうのがものすごい難しくって、うん、そのやりたいこととどう聞かれるんだろうっていう思いとかがすごくて、うん、その時でスタジオはすごい撮って用意されてるのになかなかできなくって、めっ
ちゃ難しかった記憶があります。そうなんですね、うん、歌詞はもうできてこれでいくって感じだったんやけど、うん、どんな音を使っていくかとか、うん、そういうのすごい悩んだ、うん、なんかマジョリティブルースが出た時、うん、なんか私の周りの仲いいバンドマンの中でチャットモンチめちゃくちゃやばい曲出してたよみたいなめっちゃいい曲出してたよみたいな噂されてなんかあの曲マジでやばいみたいな感じでみんななっててほんまにそう本当に名曲です。もうめっちゃだできた時めっちゃ嬉しかった。あの着地できたことがもうすごい嬉しくてっていう曲ですね。ありがとうございます、はい、ここでは、ソロ活動について伺ってみたいんですが、私ソロ活動ほぼしたことなくて、うん、まだ、うん、なんかどうですか、バンドと違うじゃないですか全然。あの弾き語りとかってどうですか、どうですか。めっちゃ苦手です。あー一緒めっちゃ苦手めっちゃ苦手、うん、なんかさどうしようってなれへん、どうしようってなれへん。わかる、すごいわかりますめっちゃ苦手です、めっちゃ苦手です私も。なんかテンポもわからないし、まあ、なんか頼れる人がいないし、ね、空気感も違いすぎて、そうですね、MC もどんなテンションでいいかわかんないし、全部がわかんない。わかる、わかりますそうですよね。だから、バンドやってる時はほとんど一人でそんな弾き語りとかやったことなくて、うん、もう自分が苦手なのが分かってたから、うん、いざやってみた時に完結した後にやったイベントでめっちゃ悔しい思いして、うん、でこれダメだと思って一人でステージに40分ぐらい入れるようにならないとこの先ダメだなと思って練習しましたね、うん、その後で。そうなんですね、うん、それまで全然やってこなかった。もうそんな橋本恵理子としてやってなかったんですけど、うん、やってみてちょっとどうしようって思いましたね。いや私もバンドのボーカルは弾き語りが上手くないとダメだみたいな、なんか風潮があって、うん、なんかどこに行ったの？なんかその私の周りというか。あそうなの？そうマジか。結構なんか事務所の人とかも率先してなんかそのバンドやってるギターボーカルの人たちを集めて弾き語りのイベント組んだりとかもしてて、それに出たりしたらもう結構私も落ち込むこと多くて、私やんない方がいいなとか思ってたんですけど、やっぱ弾き語りできるようになったらバンドにもめちゃくちゃ活かされるじゃないですか。だから最近はもうオファー来たら全部受けてます。えらいでなんか年に1回ぐらい自分の企画もやってみたいな感じで、もう頑張って。えらすぎるバンドとその弾き語りとこう同時期に両立できる人本当にすごいなって思う。いやけど本当に上手い人本当にすごいですよ、ね、うん、アコギはそもそもどうですか、うん、アコギもめっちゃ練習した、完結してから練習した。 あんまり得意ではなかったです元々、うん、そうですね。ライブチャットモンチのライブとかでもそんな弾く場面もなく、そうあんまりなくて来てずっとそうやってきて、うん、そうそうですよね、難しいですもんね、うんうん、あとあの畑野さん、ピープルインザボックスの畑野さんとやってたじゃないですか、はい、うんうんうん、あれってもともと仲良かったってことですか、はい、畑野さんと。もう最初は私が一方的にピープルの曲を聴いててチャットのイベントに出てもらったりしたこともあって知り合いではいたんですけど、この年に畑野くんに曲を作ってもらって歌ってみたいなってって思ったのがきっかけで一緒にやることになりました。あそうなんです、うん、私もピープルめっちゃ好きです、うん、ね、いいですよね、めっちゃ好きです、うん、いや私結構最近知って、最近って言ってもまあ 3、4年前くらい、うん、全然学生の時とか聞いたことなくて、うん、聞いた時本当に衝撃でしたね。なんで今まで聞かなかったんだろうみたいな、もう思うよねなんかこうチャットで変なことやりたいって思ってるような時期とかもあって、うん、なんかこう一筋縄でいかんような曲をいっぱい作りたいって思ってる時期に聞いて、うん、ああもうやめようって思った。あ、いや、わかります気持ちよ。わかる、なんかこういうのをなんかさらっとやられてしまうと、うん、なんか悩んでる意味はないなと思って、うん、もうすごいなって思って聞いてた、
なんかそうですね、めちゃくちゃ自然にやってますもんね、うん、そう、すごく波多野さんが曲を書いてるんですよね、うん、そう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 、いろんな作り方したけど、うん、主に私が歌詞を書いて渡して、うん、それがもう曲になって仕上がってくるっていう状態、すごいですよね。ちゃんとなんかえっちゃん、えっちゃんって言っちゃった、えっちゃんって言ってください、えっちゃんです、はい、えっちゃんが歌ってほしいメロディーというかなんかね、そう、わかる。でももうだ、波多野くんが送ってくれた時点で完全にもうピープルとか波多野くんの曲でもう私歌っていいんかなっていうぐらいのものが毎回来てて、だから歌うの難しかったけど楽しかったです。いやめちゃくちゃ良かったです、うんうんうん、アルバムの中で思い出ある曲は、これは飛翔っていう曲があって、アルバムの2曲目に入れたんと思うんだけど、自分で曲つけたいなと思って書いてた歌詞で、もともとでももう私のそのなんか幼い頃、小学校ぐらいの頃からの描写をいっぱい入れてて、自分すぎて全然つけれなくて曲にできなくて、 それを投げてみたんですよね。そしたらあんな曲になって帰ってきて、めっちゃいい、すごいなと思ってやばいなと思った記憶があります。ありがとうございます。はい、あのアジカンともやってたじゃないですか。 うん、あれってどういう流れでなったんですか。あれはアジカンの人たちがオファーしてくれて、うん、一緒に歌ってみることになって、それはもうコーラスとしてだけでって感じです。いやなんかめっちゃえっちゃんの声いいなってなりました。なんか改めてなんかアジカンのサウンドの中でえっちゃんのいい声が響いてるのがめっちゃ、いやもうでもさ、 あの時もう全然チャットの現場しかさ知らないまま、アジカン先輩のところ行ったから緊張しまくってて、キューボックスからさ聞こえてくる声とかも全然いつもと違うし、こんな緊張の状態で歌うこともほとんどなかった状態で歌ったから、すごいいい経験したなって思ってる。いや良かったです。緊張してたんですね、うん、なんかそうそう存分に歌います、歌いました。そうで、あのなんか待ってる間とかにすごいゴチさんいっぱい喋ってくれて、あの何でもない話いっぱいしてくれて、すごい助かりました。良かった。うん、私もゴチさんとやって、この前あのゴチさんプロデュースの曲とかを一緒に作っている、うんうんうん、気難しい方なのかなって最初、うんうん、なんとなくね、うん、イメージでなんか思ってたんですけど、うん、めちゃくちゃなんか緊張和らげてくれたり話してくれて、いい人です。そう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 、いい人いい人と、いい人はい、初めてのことめっちゃビビるけど、やってみたら意外と大丈夫って思えるからね、うんうん、いいですよね。いいです、うん、橋本さん、えっちゃんはえっちゃんは楽曲提供もされてますけど、はい、自分でやる曲と楽曲提供でやる曲って結構分けたりしてるんですか、うん、作り方というか、オファーを受けるときにチャットで言うとこんな感じの曲でとかっていうのが書いてあると、一から作る時もあれば、作ってあった曲を寄せたりとか、あのする時もあって、その時々によって違うかな。そうなんですね、うん、はい、難しくないですか、なんかその要望に応えるっていうことが。お題をもらって書くっていうのがすごい楽な時もあれば、今回難しいなって思う時もあったりして、本当になんか時々によって違う気がしてて、その内容にもよる。そう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 、楽曲提供じゃないですけど、夜逃げが一回あの笑おうっていうあの曲、au の曲やった時に、なんか初めてその全然私じゃない人が書いた歌詞があって、最初にそれにあの童謡、あのなんだっけ、アメリカのラララララっていう曲のメロディーで作ってくださいっていうなんかお題というかがあって、めちゃくちゃ大変でしたけど、最初結構むずってなったんですけど、なんか大喜利じゃないけど、なんかクイズみたいな、そのクイズに答えるみたいな
感じで面白い瞬間もありました。そう、本当にそういうゲームみたいな、うん、なんかはめてってこうやってっていう楽しさもあるし、それがすごい難しい時もあるし、そうですよね、うん、心がけてることとかってあるんですか？そんなたくさん提供してるわけではないんだけれども、うん、出し惜しみしないっていうことだけは心がけてて、出し惜しみ、その時に持ってる曲の中で例えば渡す場合、自分が歌いたいから取っておこうとか、そういうことを一切考えないっていうのだけ決めてます。なんでですか、うん、それは自分が歌った方が良くなるって分かってたらいいけど、そんなの分からないし、先に来たものに一番いい状態の曲をって思うから、うん、もうそういうタイミングとして捉えてって感じですか？うん、なるほど。っていうのはいつも思ってる、思ってます。はい、私そうですね、自分で歌いたいなってなっちゃうかもそう、なんか後で自分が歌ったりとかもするけど、なんかなんとなくもう早い方がいいんじゃないかって思うようになったんでしょうね、うん、多分どんどん、うんうんうん、確かになんかあんまり損得とか考えず、損得っていうかなんか、ね、そうなんか、なるほど、私もちょっとそうなれるようになります、うん、学級提供の話なんて全然ないですから、うん、そろそろえっちゃんとお別れの時間となってきましたが、はい、アルバムの制作が終わったということで、はい、いつ発売とかは発表はされてないですか？決まってます？そうなんです、まだちゃんと決まってなくて、でも発売されることはされると思います。思います、はい、思います。どういう内容になったんですか、今回は？自分が書いた歌詞で、曲も作って、自分がやりたい音像とかそういうのももうゆっくり完結から時間かけてずっと作って、それを形にしたっていう感じのアルバムになりそうです。それってバンドサウンドなんですか、うん、なんかいろんな音を、基本バンドサウンドです、うん、その演奏はなんかその誰かにお願いして、うん、基本そのアレンジというか、なんかそういうフレーズだったりとかは全部自分でやってみて、うん、はい、すごい大変な作業ですね。そうだから、もう時間がすごいかかったけど、うん、すごい楽しく作れた、うん、作れました。なんかめちゃくちゃ曲作りに時間かかっちゃったら、古いものからどんどんなんか出したくなくなってきませんか？それはないですか？そのパターンと、改めて聞いたら意外といいなっていうパターンと2個ぐらいない？あ、確かに1回時間置いてからもう1回改めて聞いたら意外といいなみたいな、うん、そう、なんか歌詞がだいぶ変わったって夜逃げ、うん、はい、聞いてても思ったし、うん、アルバム健全な社会、はい、健全な社会、うん、やっぱりそういう思いはある。その昔の曲聴いて、今はこれかかんなとか。いや、めっちゃありますね。なんか、その昔の曲が結構その恋愛のこと中心で、自分の感情とか自分のプライベートのことばっかり歌ってて、うん、だんだん辛くなってきて書くのが、なんかプライベート切り売りしてるみたいな気持ちになって、うん、それからは、まあ、何もない日常のこと、うん、何もないことをいかに歌詞に書き起こすかみたいなところにシフトして書くようになったんですけど、うん、でまあ、それがすごい健全な社会でちゃんとできたなって自分で思って、うん、でまたそこから新しいアルバムを作ったところなんですけど、うん、この今のタイミングで改めて昔の恋愛のことばっか歌ってた曲とかを聞いたら、うん、意外とこれはこれでいいなみたいな、なんか一周回って認めれるようになったみたいな。一時期嫌だなって思ってたんですけど、うん、改めてなんか自分をちゃんと一回なんか認めれたことによって改めていいなって思えるようになりました。だから、健全な社会をで果たせたっていうのが、うん、そうですね、大きかったんですね。そうですね、それでなんか、自分もちゃんと歌詞書けるようになったみたいな、なんかちょっと認めれて自分をちょっとで肯定できました。すごいちゃんとしてるはいちゃんとしてるすごい。なんか自分の書いた歌詞、昔の歌詞とかで恥ずかしくなりませんか？なんか、いや、めっちゃなる、なるですよね、めっちゃなる
めっちゃなるし、今歌ったら嘘やんっていう気持ちになったりもしてた。わかる、すごく。今はもうないですか、そういうの。多分完結したからだと思うね。なるほど。やっぱね、一回なんか節目というか、うん、それでなんか完結したら客観的に見れて、うん、かなり、うん、かなり客観的に、普通にいい曲だなって。そう、そう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 だ、そうだね。うん、そうですね。大事ですね。うん。じゃあ今日は橋本恵理子さん、えっちゃんをお迎えしました、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。夜逃げのボーカルギター下原梨沙がナビゲートしてきました。ワーミュージック、いかがでしたでしょうか。意外と話せてなかったえっちゃんと、聞きたいことまだまだあるんですけど、聞きたいことの一部を聞けてよかったです。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は夜逃げの下原梨沙でした。